M7 自走砲は第二次世界大戦時にアメリカ合衆国で開発された自走砲。愛称はプリースト。M7 の戦闘室宇つべ左側中央区が操縦席砲兵の自走化を目指すアメリカ陸軍兵器局は手始めに M3 ハーフトラックに 75mm 矢砲を搭載した M3A1 自走 75mm 砲を製造した。 その後、運用結果などから、半装機式のハーフトラックよりも完全装機式の車両に搭載した方が良いとの結論に至り、兵器局は、M3 中戦車の車体に 105mm 流弾砲を搭載した T32 次双方の開発を開始した。試作車は1942年初めに完成し、アバディーン性能試験場で試験を受けた。試験の結果、 エンジン配置の関係による砲の業格不足と、対空兵器の不備が指摘され、これを受けて、車体右前方に1 2 7ト、mm、ル重機関銃、M2 が装備された。M7 の戦闘室うつべ右側相性の元となった、銃座内部が見える、T32 は、同年4月に M7 自走砲として、正式採用され、1942年だけで2028両が、 生産された。また、1944年3月からは使用する、車体が、M3 中戦車から M4A3 中戦車に変更され、M7 バイト1と呼ばれた。その後、1 0 5ト、mm、ル榴弾砲の装備位置を一段、高くし、最大行角を、それまでの35度から65度に引き上げた、M7 バイト2が生産された。当初は、 アメリカ軍向けのみが生産されたが、1942年9月に90両がイギリス第8軍にレンドリース供与された。また、プリーストという愛称も機関銃座が教会の説教台に似ていることからイギリス軍がつけたものである。初の実戦参加は1942年10月の第2次エルアラメイン海戦で、 この戦いにおける本社の性能を見たイギリス軍は M7 のさらなる供与を要求し終戦までに数百両が供与された。対照的に米軍での本格的な実戦投入は遅れ、集団的に作戦に投入されたのは1944年6月のノルマンディ上陸作戦以降で陸軍機構師団機下の自走や砲台隊に配置され活躍した。M7 は 元々が中戦車だったこともあり、高い機動性と広い車内スペースを有しており、兵士たちから歓迎された。また、多くの部品が M3 及び M4 中戦車と同じであり、使用する弾薬は、野砲と同じであったために整備、補給が容易な点も評価された。対戦終結後も M7 は、米軍の正式装備にどまり、朝鮮戦争にも参加している。その後、 米軍で余剰となった車両の一部は M4 中戦車及びその改良系を大量運用していたイスラエル軍に供与され中東戦争でも活躍した M7 バイトにイスラエル使用 M7 のエンジンデッキセクストンジ総宝艦ガルー装甲兵員輸送車ありがとうございます